こんにちは、カワポンです。今日は、総計の偏差値が 67.5 以上のところのご紹介をします。河合塾の2023年、5月現在の偏差値になります。個別各部入試の数字になります。早稲田の商学部や文学部などの英語外部検定入試は、今回の10日からは除外しています。ご存知だとは思いますが、偏差値は、文系と理系、受験科目、定員によっても大きく異なりますので、軽い参考程度にしてください。では、見ていきましょう。まずは、最高偏差値が 72.5 のトップは、慶応大学の医学部と環境情報学部が該当しています。医学部は名実ともにトップと言えるでしょう。環境情報学部については、受験科目が少ないですので、それが原因で高めに出ている可能性があります。早稲田でこの等の偏差値はありませんでした。次に偏差値が70のところになります。慶応大学では総合政策学部が該当していました。ここも受験科目が少なめになります。早稲田では政治経済学部の経済学科と国際教養学部が該当していました。次に 67.5 のところになります。慶応では3つ該当していました。ちなみに、経済学部の B 方式と、商学部の B 方式は、乱法、数学が必要のない方式になります。数学が必要な A 方式よりも、定員はかなり少なめになります。早稲田大学では、多くの学部が該当しています。商学部については、受験科目により、地歴公民型か、数学型、または、英語4技能型のどれかから選択する形になります。画面には記載していませんが、英語4技能型も偏差値は 67.5 でした。ということで、今日は以上になります。ありがとうございました。